はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回はこちら、全世界が待望していたであろうフォールアウトシリーズの最新作フォールアウト4をプレイしていきたいと思います。このゲームは、海外では11月上旬あたりに発売して、国内では12月17日に発売予定なんですが、パソコン版はすでに海外版をダウンロードして遊べます。で、日本語はまだないんですが、有志の人たちが UI の日本語化だとか、あとゲーム内の一部なのかな、多分序盤あたりの意訳、まあ、もしくは機械語翻訳を施してくれているので、それで12月17日の日本語配信日までプレイしていきたいと思います。ビデオ設定のためにちょっとだけプレイしたんですが、まだちょっとオープンワールドにはまだ出れなさそうなので、ビデオ設定は今後ちょっとずつやっていきたいと思います。で、シリーズ初体験なので、ベザスダってことはね、スカイリムを作ってた会社と同じところのゲームなので、FPS ならきっとなんとかなると思うのでプレイしていきたいと思います。じゃあニューゲームで新しくゲームを開始します。ベザスダゲームスタジオプレゼンツフォールアウト4。War. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen.He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power.People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource.The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself, for my wife, for my infant son.Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. 聞き間違いじゃなければ、なんか広島と長崎に核を落としたって言ってたかな。戦争は決して変わらない。これが主人公。War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hun. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. 後ろにいるのは妻だよね。今の映像を見る限り、主人公が戦争に行ったということになるのかな。さあ、顔をメイクする。これスカイリムと同じだね。結構ね、とんでもないキャラメイクとかもできるそうなんだけど。どうしようかな。ちょっとキャラメイクに時間かかりそうだから、ちょっとカットしようかな。ここはね、後々使っていくキャラクターには変更が可能かどうかはわからないけど、後々使っていくキャラクターになるからね、かっこいいキャラクターを作っていこう。よし、こんなもんでしょ。なんか今にも
大丈夫だ問題ないって言いそうな主人公ができたな。でこれエキストラっていうのを押すと、妻と交代して妻のキャラメイクもできるのかな、できるんだろうけど、なんかもうすでに十分美人だから、うん後ろにいる主人公面白いな。これでいいでしょう、これでいきましょう。待って、とりあえず前にとイーノックっぽいのを立たせて、はい、これでいこう。このキャラクターでよろしいですか。 OK で、こっから操作ができると、カメラの視点もね、三人称にできたりするので、視点に関してはスカイリムっぽいというか、本当に。で、まあ、これは、なんだろう。昔いろいろ戦争がありましただとかなんとかで、まあ、その後、なんだろうね、経済成長だとか、遂げて、優雅に暮らしていると、って感じかな。で、こっちに赤ちゃんがいる。リビングに行くと、おはようございます旦那様、コーヒーをどうぞ。ロボットがいるっていうね。何年ぐらいなんだろうこれ。なんかテレビだけは古そうだけど、古くはないか。ゴッドウォースだっけな。テレビがやってるノーラ。We should take Codsworth to be serviced soon, don't you think? ああ、で、まあ今みたいに、まあ、意訳もありつつ、機械語もありつつなので、まあ、まだ日本版発売前なので、この辺はまあ気にせずに、プレイしていきたいと思います。で、赤さんが泣いてるから、遊ぶ。ロボットが代わりにそういうことやってくれちゃう。コーヒーを召し上がってください。いいね、ロボット。コーヒー。お、開いた。これ、ヌカコーラ。ヌカコーラ、アイスコーラ。キンキンだ。ヌカコーラってのはね、フォールアウト3の頃からあるんだっけな。このゲームでいう、このゲーム内のコーラみたいな。この辺もね、レーガスカイリムしか浮かんでこないけど、こういうアイテムとかも細かく触れる。セールスメンが来た。セールスメンじゃない、セールスマンが来た。ワインも触れる。ん、ピンポンはこっちからじゃないのか。あ、こっちか。あ、いた。めっちゃ見てる。Good morning. Vault-Tec calling. ボルトテック社。あ、会話、何喋るか自分で決めるんだ。ボルトテックってなんだかわかんないけど、おはよう。Good morning. Isn't it? Just look at that sky out there. You can't begin to know how happy I am to finally see you. 何日も伺ったんですよ。I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you.緊急? What's so important? Why, nothing less than your entire future. If you haven't noticed, sir, this country has gone to heck in a handbasket. If you'll excuse my language, the big kaboom is... Big kaboom? It's inevitable. 大きい爆発ってことだな。 And coming sooner than you may think. If you catch my meaning. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time.Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. 111. 十分なスペースがあるかな? But there's room for my entire family, right? Of course. もちろんです。もちろんです。とも。当然ロボットは除きますが、実のところあなた方はすでに入場の許可を得ておられます。ただいくつか確認したいことがあるだけなんです。
不測の事態にはいかなる抵抗も望めないのです。完全な核絶滅というのものにはほんの少しお時間をいただくだけですので。皮肉る。皮肉ってみよう。世界が滅びるのが待ちきれないですね。お、名前とか決めれる。もうトレーラーとかで見ちゃってるから、正直この後どうなるかは分かってるんだけど、彼らはもう核爆発が起こること知ってんのかな。名前じゃあ、まあ名前はね、まあ名前はまあこれでしょう。で、名前はこうして、これなんか、あ、ポイントを割り振って、これスキルを今割り振れるんだ。で、右にいるのがこれピップボーイだよね。ピップボーイだっけ？ボルトボーイだっけ？ストレングス、パーセプション、エンデュランス、カリスマ、インテリジェンス、アジリティ、ラック。まあ、これ強さだろうね。ん、どうしようかな。これ運。知能だとか、まあ、とりあえず、まあ、力大切だよね、力。力大切だ。第6巻。これはまあ、スタミナみたいな。カリスマ。運も入れて、運は3ぐらい。カリスマいいでしょ、カリスマ。カリスマも振っといて。まあ、こういうのはバランスよく振るというよりもね、偏った方がね、後々、まあ、ご利用してなんとかなるかな。ちょっと偏らせようかね。いや、バランスよくしとくか。うん、力を一番振っとこう。まあ、運も振っ、こんなもんでしょう。ちょっと初見だからわからないけど、こんなもんでいこう。Wonderful. That's everything. Just gonna... これでボルトへの道は開かれました。Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. ビッグボーイって名前ついちゃった。Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down.I think he needs some of that paternal affection you seem to be so good at. You heard Codsworth. Go on. 遊べ。How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. 携帯電話？あ、これ回せるんだ。Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park. 朝食を食べたら公園に。Weather should hold up. 行く。その代わりテレビを見ろ。多分面白く聞こえるってのはいいねとかそういう意味じゃないかな。Yeah, sounds like fun. いいわね、楽しそう。Mom, you should come and see this. こちらにいらしてこれを見てください。What's wrong? ことはおっす。はいはい。フリーズステンバイ。すぐにボルトに行かなくては。外。避難？避難しよう。逃げよう。他の住民も逃げてる。Get out of this. You don't get in. I'm going in.
はいはい。Okay. Are they letting you in and not me? We need to get in. We're on the list. リストに載ってます。入れてください。Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Thank you. 借りた。このリストに載ってないと、何？爆発から逃れられないってこと。We're doing everything we can. Now keep moving. 止まらないでください。プラットフォームに乗ってください。はい。Almost there. We're gonna be okay. I love you, both of you. We love you too. おお。核爆発？早く今すぐ降ろせ。あ、遅い。おお。あ、他の人が。おお、下がっていってる。We did it. We made it. We're okay. 無事だった。Everyone, please step off the elevator. エレベーターから降りていただき。No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later, no, we'd all be. あ、あと1分後に脱出したら助かなかっただろうって言ってんだろうな。階段に上がってそこのドア抜けてください。You all right? 大丈夫？ It's gonna be okay, right? 大丈夫だよ。ボルトテックセキュリティ。Excuse me. Up the stairs. 階段へ。We'll get everyone through this as quickly as possible. 本当にあっけなく唐突に核爆発が起こったけど。男性。お、ボルトスーツ。あ、あれ見たな、あの青い洋服。Excuse me. Over there. Oh. Take a suit. Oh my God. Just step over here. Looks fine. One vault suit. Now just head. 一着です。受け取ったらホールに行ってください。Each of you take one of these. Your brand new vault suits. はい。It's down the hallway right there. 新品のボルト。What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you three. Follow me.これは新しい家。This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. なんかそんなに自宅から物を持ってきたとか、そんな様子もないけど。Our home, everything we had. 全財産を失った。はい、ロボットを。How long do you think we'll be down? どれぐらい地下にいることになると思いますか？ We'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through first. おー、なんだこれ。Such a lovely family you have. I hope you'll see this as your new home. Excuse me. Take your time. We've got all day. Shh. It'll be okay. Daddy's right here.あ、これに手を貸してくれない？Who's my little guy? I'm not going far. I'll just be over there. Go ahead, hon. I'll take a shot. あ、これか。浄化。あ、もう来た。汚染除去と減圧を行う。Time for a whole new life. Resident secure. Occupant vitals normal.
Procedure complete. In 5, 4, 3, 2, 1. オーバーライド開始。ん？今どうなってんだこれ。ん？神秘的人物。あれ？妻と子供。全てうまくいってるところだ。あ、レえ、銃を向けられてるよ。え、開けられない。ああ殺された。嘘。開かない。俺とコンピューター。え？あ、冷凍保存されてる。ああ、核爆発が起きることを知ってたから。なんだろう。このまま人体を冷凍保存して何年かこのまま過ごす予定だったのかな。だけど、Come on! There has to be a release! 開けれない。こっちも凍ってる。Why would Voltaire do this? 凍ってるというか死んでるのかな。どうしよう、出れるかな。赤ん坊となった。開かない。動かない。なんかあるかな。なんか取った。レンチ。金槌。これ手当たり、あ、こっち行ける。この辺拾ってもな。おおおお、ゴキブリみたいの。誰もいないな。ターミナル。あれ、なぜかこれ日本語。まあ、この辺はひとまずいいとして、コーヒーカップ、なんか注射器みたいな。ぬかコーラの瓶。こっち開けて、いわゆるここはシェルターみたいな場所なんだよね。ん、あれ、う、おお、あれれれ、殴った。巨大なゴキブリ。なんてこった。手を出した。これもターミナル。手を出したはいいけど誰もいない。ロッカー開いてるけど何もない。
右下のゲージはスタミナだね。じゃあ開けて、ひとまず地上に出たいな。ああ本当にゴキブリかこれ。ローチって書いてあるもんな。うわー、パンチ。婚約指輪もちゃんとついてるのに、あれ骨になってる。What happened here? 何が起きたここで。 Where is everyone? 誰かいないか。あ、まだいる。パンチパンチ。え、ゴキブリの肉。え骨になってるってことはもうすでに何年も経ってるってことかな。 Is this all that's left?誰もいない。 Terminal's gotta be somewhere. ターミナルを必要とする。ターミナル、ピストルあった。ピストルゲット、これ弾か。メガネ、グリップボード。こっちでセキュリティを解除しろとかかな。あ、これだ。避難用トンネルの解放。はい。ん？開いたのかな。あー、で、十字キーで銃とか出せる。うわー、ゴキブリがいる。パン。あー、で、このゲームはコントローラーでプレイしていきます。はい。うわー、気持ち悪い。あー、あー、当たんない当たんない。そろそろ出口ないかな。お、ゆっくりと動いて明るい光を避けて。あ、なるほどね。こっちにも行ける。ああ、お、行けるのかな。あ、行ける。ちょっと待って、あ、待って、このゴキブリを。近い近い近い。体力は自動回復していかないんだ。ここさっきいたな。こっちのドア開いたんだ。あ、ではここを通ってきた場所だ。骨骨になってる。うん、ピップボーイ。あ、この端末のことをピップボーイっていうのかな。ボーイ装着。なんかすごい年季が入ってるものに見えるけど。お、こんにちは、ビッグボーイです。こういうのでそのステータスだとかパーク、あと所持品とかも見れる。いろいろ見れるね。マップとかも見れる。なるほど。OK。で、アクティベート。出れるもんならひとまず外に出よう。リモートアクセス。ちょっとな。ゲートサイクリングシーケンス開始。お下がりください。ここと同じようなシーンが動画で見たことがあるんだけど、フォールアウト3にもあったような、ドアが開くようなハッチかな。おお、明るい。照明だと
あ、外じゃなかった。そうだ、リフトで上に上がるんだ。外に出よう。あなたは何か変えることを望むか。ああ、容姿を変えるか名前を変えるか。いや大丈夫、ボルトから退去。あ、氷漬けにされた。ああ、はめられたのかな。社会的実験だった。さあ、お外にやってきた。すげえ眩しい。家に帰れ。おお、視界がまだぼやけてるよ。鮮明になってきた。わあ、木に葉っぱが一枚もない。わあ、荒廃してるな。ピップボーイはどこから出せるんだろう。今出せないのかな。これオープンワールドなので隅々まで冒険できるとって感じかな。じゃあひとまず地上に出てきたので今回ここまでしようかな。まだまあちゃんとした日本語ではないので、まだ不完全というか、まあもちろん不完全なので、なのでそんなに先に進むのはやめておいて、まあ発売、日本版発売日でちゃんと日本語と音声が追加されてから思いっきり遊んでいくと。ひとまずは今は序盤をちょっとずつ触れていくといった感じで発売日までプレイしていきたいと思います。それじゃあ、今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。